キー、そしてフリッコン・エリック、ジョニー・バレンタイン、ジャイアント・ババ、アントニオ・イノキら世界のマット界の超一流レスラーの挑戦を退けまして、世界の最高峰に君臨しております、ドリー・パンク・ジュニアでいます。ここに2回目の挑戦の権利を得ましたアントニオ・イノキ、積極果敢に戦っております。返しました。しかしロープに近い、まあロープに近くともドリーファンクジュニアはロープに逃れようともしませんね。やはり成功法そのものですね。だから時たまいろいろこうなんかロープを使うような感じとですね、あれありますけれども、はい、成功法にどこまでも攻めていくね、また突っ込んでいく姿、まあ、実にその頼もしいですね。ロープへ飛ばす、肩が当たる、ロープへ飛んでアニバサミ、ベリーファンクが大喜びです。レッグロック、ドリーファンクジュニア、やはり一流ですね。それで動きがこれだけのね、動きがありますからね、こんな簡単な技ではとてもじゃないけれどもダメですよね。やはり急所をキュッと決めたですよね。決め技の鋭さの、まあ、持ち味が勝利に結びつくんじゃないですか。ドリーファンクジュニアのレッグロックです。まあ猪木をロープに飛ばし、そして、猪木が自らロープに飛んだ時にもうすでに計算されていた技ですね。そうです。ですからもう3手も4手もね、はい、前の技を読んでおると。また読んでおってもコンディションがなかったらできないんですよね。ですからもう調整の取れたコンディションですね。猪木としては相当苦しいレッグロック、そしてようやくフィンガーロック、そしてリストロックで反撃、猪木リストロックで反撃です。ドリーファンクジュニアのレッグロックを張ることができるか。1本目20分を経過しております。リストロック、猪木は腕あるいはリストを攻めております。リストを捕まえてますからね。あ、ようやく外しましたね。さて今度はフィンガークラッシャー、こう外してね、はい、その姿から今のようにですよね、離れて攻める、その猪木君のスタイルですね、はい、今度は猪木の構成です。左の腕をハンマーに決めておりますアントニオ猪木。相当力が入ります両選手。さてフォールの体勢、エビです。肩完全についておりますがカウントはワンです。いいしたもんだねこれ。本当にこのドリーファンクジュニアという人は体が柔らかいですね。そうですね、それで力があるしですね、はい、まあ、ロープに今もたれ込むような形になりましたんですけれどもね、はい、それまで自分からロープに入るということは全然ないですからね。そうですね、足を狙いますアントニオ猪木。ヘッドロック、うまく回転させます。またよくくるりくると返してきますね、はい、館内は相当な暑さです。両選手の肩そして背中のあたり滝のような汗であります。まあおそらく40度は楽に越してますね。あ、越しますね。これでライトの暑さでしょう、はい、これはもう暑いですね。さて
今度はどんな戦法か、ロープに飛ばして巻き投げ、そしてキーロック、ドリー・ファンクジュニアのキーロックです。今回初めて見せましたですね、はい、キーロックを。さて、徹底的な腕攻めを行ってまいりました、いや、足攻めを仕掛けてまいりましたドリー・ファンクジュニア。今度は猪木の腕を攻めます、キーロックです。いろいろサイドからですね、テリー・フランカーもいろいろなこと言ってますけれども ね、うん、やはりこれも一つ焦っちゃいけないということなんですね、はい。まあ、テリー・ファンクとしては客観的に見てますからね、よく兄貴の欠点、そういうところが分かるんでしょう。そうですね。キーロックが続いております、ドリー・ファンクジュニア。NWA の世界ヘビー級選手権試合であります。さて、ピンホールド、エビに固めます、髪を掴んで、またキーロックは続いております。また猪木選手もね、そのロープにかかる位置にありながらね、自分から進んでロープに持っていかないと。やはりチャンピオンですからね、勝っても負けても堂々と戦うんだというそのね、まあ最初控え室でも言っておったんですけれども、やっぱりそういう言葉そのものがむき出しでですね、全ての技にその通じてますね。猪木の左の手の指先、血の気を失ってまいりました、ドリー・ファンクジュニアのキーロックです。早くも25分を経過しました。60分3本勝負、まだ両選手とも1本も取っておりません。相当強烈な黄色くです。なんとかしてこれを外したいアントニオ猪木。相当効いてますね、左の腕はもううまく回転してホールの体勢、しかしキーロックは続いている。猪木の左の腕は完全に麻痺してますね。ようやくロープで外しました。しかし今度は肩にストンピング。初めてこのね、ブレイクされたのに自分でトンピングをやりましたね、はい。ですからやはり自分としてもね、ここ一発と思ったんでしょうね。すでに半分近い時間が経過しております。60分3本勝負、ロープを利用したのストンピング、そして猪木はエプロンから場外転落です。何やらテリーファンクがアントニオ猪木にちょっかいを出しておりますね、うん、早くリングに入りなさいって言ってますね。アントニオ猪木に勝りました。ドリー・ファンクジュニアは場外へ出ました。何やら耳打ちしております、テリー・ファンクです。コーナーを間違えましたね、猪木の方のコーナーへ、そしてエプロンから入ります、ドリー・ファンクジュニア。ナックルバート。